あ、そうだ、焼肉。理由はなんで東京でやるか生き方がわからない。今、ちょっと母親とすれ違ってしまった。年間最高試合。名バイブレイヤーだなと思ってね。はい、田中康生です。まあ、前も喋ったんですけど、今日は、試合後。試合の直後、まあ、どうしてたのかなっていうのを、まあ、ちょこっとね喋りたいなと思います、うん、試合直後っていうのはその後はホテルに帰ってどんな過ごし方をホテルに帰ったのかな。ちょっとあんまりそういう細かいことはあれなんですけど、まあ、夜だったんでそのまま焼肉食いましたね、うん、会長もジムのメンバーもいたし、あとは自分の兄と兄夫婦なんで義理のお姉ちゃん、うんの家族たちみたいな、うん、関係ないポジションみたいな。いやだけどめちゃくちゃ本当に、今回の試合もサポートしてもらってるし、うん、正直ね本当日頃から、まあ、ボクシングのことに関してめちゃくちゃサポートしてもらってるんで、うん、今回も東京行ってからのことも、うん、試合の終わった後のそういうのもね準備してくれてましたね。焼肉屋、うん、お店が行った時お店についてなんか印象ありますか。お店についての印象ですか。なんか俺名前がね、そう名前が、あ、そうだ、焼肉チャンピオンだ。そう、焼肉チャンピオン。俺なんか勝ったと思って多分焼肉チャンピオンに、あ、名前で選んでるなって思ったんですけどまあなんかそこしか書いてなかったみたいに聞いたんですけどね。そう、うん、言うことがない勝った後いつも俺カップラーメンとか焼きそばとか食べるんですよ、はいはい、あの店行ってとかじゃなくてカップのあのお湯のやつを食べる、インスタント食べるんで、はい、まあ、今回も年越しがあったんで、はい、まあ、年越しだったんであのラーメン買ってきて、うん、年越しラーメンを買ってきてたんで、年越しそばか、そばも買ってきたんだ、うん、両方買ってきたんで、まあ、それを食べようかなと思ったんです。それは焼肉の後に、そう、うん、そういつも食べるんでね、うん、食べようと思って買ってきてたんですけど、負けたんで罰だと思って食べませんでしたあ、そうなの。焼肉はいいけどカップラーメンはダメ罰を与えて、罰を自分に与えて。次の日は実家に帰ってたようですけど、そう、車でね、こう、まあ、コロナの影響もあって車で、ね、行かなきゃいけなかったんで車で帰ってたんですけど、そう、実家に帰ったらまあみんなね、こう母親とかね、おばあちゃんとか、うん、妹とか、お疲れ様っていう、うん、お疲れ様って言ってくれたんで、うん、ありがとうって言ってくれた言ってくれたら言ったんですけど、まあ、ありがとう、お疲れ様っていうか、まあ、試合来てませんからね、うん、東京っていう風になるとコロナの影響もあるんですけど、そういうものじゃなくて東京という場所で試合をすると、うちの母親と妹は来ないです。まあ、妹は行きたいばっかりにしても母親がと一緒にっていう風になってきたら時に母親が行かないってなるといけないんで、だからコロナがなかった去年の1年前の東京でやった試合も来てないですからね。そうですね。理由はなんで東京でやるか生き方がわからないんです。これは恥ずかしい話になっちゃってるんですけど、誰か一緒に行ってくれる人がいないもんっていうんで、そう、じゃあそこはね、ごめんねってまあ結局ごめんねって俺がなるんですけど、うん、めちゃくちゃ号泣しちゃったみたいな、うん、妹が、ね、はいはい、このいい意味で私号泣しちゃったとかそういうレベルじゃなくて本当に泣き崩れてしまったみたいなことを聞いたんで、ごめんなって言ってきました。お母さんの反応どうした。お母さんの反応はまあ、うん、お母さんいや、反応ありましたよ、もちろん、うん、そんな記憶にないっていうだけでYouTube やってお母さんの話なんか出たことがないので、あ、お母さんの回にしますか、うん、長くなるな、今日はお母さんの回は、また今度設けますわ、今度、小出しにお母さんの回はやらないけど、うん、まあ俺もね、好きなんでね、こう、試合にもね、来てほしいなってすごい最近はね思う、最近はってかまあ別に最近は特に思うようになりましたし、うん、思うようになってるここ2戦来てないっ
ていう、なんかずれてるんですけど俺と思いが、うん、今ちょっと母親とすれ違ってしまう。やっぱ実家の居心地ってのはいいもんですか？そうですね、あの居心地っていうか、まあ嬉しいんで居心地いいですね。もう2時間でもうお疲れ様でしたってなるんですけど、お腹いっぱいってなる。まああの妹とかにもね会えるんで居心地っていうか、まあ全然行きたいんですけど、あと心もうちょっと痛いなぐらいで帰るのがちょうどいいですよね、うんうん、まあそれが2時間ぐらい例年通り年間表彰というのがボクシング界にあるんですけども、うん、今回は、年間最高試合に選ばれました、うん、その辺のご感想ありますか？そう、名バイブレイヤーだなと思ってね自分もね思うんですけど、まあやっぱりプロとしてね、うん、いい試合って評価されること、まあ、技術的にもそうだし面白いなってね、こう素人の方が言ってくれるの、逆にボクシング技術そういうのなしで面白いって言ってくれるのもそれもまた嬉しくて、うん、まあ、年間最高試合っていうのは俺結構嬉しい、好きですね、うん、まあ、でもあくまでね勝った人のね試合、優香さんの試合とか、まあ、俺もね名脇役としているんですけど、うん、まあ悔しい思いありますけどそれは嬉しいですね、はい、うんうん、まあ、年間最高試合ね、俺木村選手との試合も井岡選手との試合もこう日本人とね、田口さんとかね、あと東洋では原さんとやってますけど、うん、田口さんとの試合はねこういい試合だったんですけどね、年間最高試合に選ばれないっていうね、はいはいはい、ちょっとね残念な結果が起きてしまったんですけど、うん、そう、俺4人のね日本人とこの16戦でやってきて、はい、原選手の東洋太平洋挑戦したタイトルマッチも東洋と日本のタイトルマッチの中の年間最高試合選ばれてるし、うん、結構ね日本人と戦うと選ばれるんですよね。田口さんとのだけがちょっといい試合だったと思うんですけどね。ですよね、はい、惜しかったですね、惜しかったですね。ノミネートに、ね、収まりましたから、ね、まあ今回あの年間表彰は MVP が井上尚弥選手、技術賞が井岡選手、うん、殊勲賞は殊勲賞中谷潤、ああ中谷潤、うん、はい、中谷選手ですね。やっぱり MVP っていうのは取ってみたいと思うものですか、ボクサーとして？あ、そうですね、俺取ったことないんでね、うん、はい、これからもね MVP をね、年間最高試合じゃなくて MVP を目指して、今年は無理かもしれないんで、はい、来年とか、さ来年とかもっと先とか頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。